今回はですね、今小太郎と湊斗と一緒に部屋でスマブラをしてたんですけど、腹が減ったと、腹が減っては戦はできぬということで、 YouTube 撮りながら深夜にラーメンでも食べていこうかなっていう、食べたい、それは所存で今生きてるんですけど、どうですか？うん、何時か分かってる。いい？いいよ。で、食べたいでしょ？まあ、食べたいよね。二人ともこんな、なんかグダー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 として腹減ったから、まあ、しちゃうそんなこと聞かぬとりあえず小太郎はさ、三脚をさ、うん、持ってきてよ。いいでしょう。ありがとう。AT フィット全開。最近これ多いねんな。なんかレッスンしててもさ、なんか椅子で捉えられるしさ、最近多いねんこれ。札幌一番塩ラーメン。ニラ豆もやし。ニラ食べれる？食べれるよ。お手伝いいる？あ、コンロ設置して。コンロどこにある？あったわ。ガスコンロを用意します。火をつけない。火つきません。もやしを炙って食べたい。やばいです、コンロありませんけど。ガスないんじゃない？もうこれほら。じゃあダメだ、今日できない。もうガスコンロが使えなかったんで、はい、普通にキッチンで作っていきます。お願いします。小太郎、あー、麺麺ね、麺麺くれ。沸騰してないけど入れていい？いいよ。いっか。なんか片面が好きだから。割り方で3つ入れたからさ、結構な量。うん、相撲部屋みたいな量してる。これじゃやったらやばい、これじゃやったらやばい、やばいやばいやばい。もうみなと早くして、もやし、もやしまだでしょ。ねえねえ、伸びるの、ね、あねえ。何を入れんの？もやし。ダメだよ、まだ全然生やん。なんか逆にこっちに入れた方が湯がけそうだけど。確かに、いいか。結局麺ここに入れるわ。オッケーオッケー、移すわ。はい、ね、そんな時間に何してるんですか？びっくりしたのよ、怖い。お化け。こんな時間に一旦怖いお化け。デブカツ？デブカツ？死んでラーメン食べたいなぁ思って。そうそうそう、ラー油欲しいな。ラー油、ラー油ないの？まだかな。辛そう。これはまだ、ね、まだだよ、待ってね、もうちょっとだよ。キュアハルってさ、千と千尋に出てくるさ、棒に似てるよね。似てる。なんで？やばないそれ。逆に似てるとこ言ったら、ナス。ナスちゃいの、ナスがいいね。美味しそう。美味しそう。ダメやで、食べたら。なんでだろ。市川くんに頼んでいい？可愛いって言ったらいいよ、市川くん。なんでなの？頼んで、可愛く。食べたいな、ラーメン。可愛くない。自分を棒だと思ってちゃんとやって。棒わからんねん。食べたいな。それ取り分けるか。うん。一旦サムネでも取る。あ、サムネ取るか。サムネ大事。鍋とかに入れればいい。なんかこの中入れちゃうの？あれしたらいいじゃん。ほら、そう一緒。ほら、一緒のって言ってこれ。この中入れちゃう？うん。ラー。大丈夫。それどぼ？はい、い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 ける。怖いな。カチカチやけど大丈夫。鍋の方がいいんじゃない？言ったでしょ、俺はだからずっと説明してたのにさ。入れて、入れて。って言うから今。鍋とかに入れればいい。さ、この中入れちゃうの？あれしたらいいじゃん。ほら、そう一緒、ほら、一緒に入れてこれ。この中入れちゃう？うん。じゃあ今からサムネを撮るので、うん、サムネ行くで。一回動画を終わらして写真で撮りましょう。うん、サムネ撮ってる間にさ、うん、結構麺食べてしまったからさ。うん。俺のないじゃん。カップ麺はある。うん。なんで？これ食べたい。え、美味しそう。マジうまいこれ。え、めっちゃうまい。あの、こっちなの？こっちじゃんの？バリうまい。ね、そんなことないんだ。すごい寝てたよ、ね、めちゃめちゃ寝てた。ラーメン食べとる。食べる食べる。どう？カップ麺作ってるわ、うん、カップ麺食べたいな。りょうがはりょうが寝てるかな。電話してみる。うん、電話しよう。もしもし、はい、起きてる？りょうが、はい、じゃあさ、下来てよ、下。はい、待ってます、はい、
うわ、来た。今夜中にラーメン食べたくなってさ、食べてみ、あのね、めっちゃうまい。辛いけど塩ラーメンしかなくて、コチュジャンめちゃくちゃ入れた。塩ラーメン、コチュジャン風味、そう、めっちゃうまい。何どうこれ、腹減ってラーメンに行きたいけど行けないから、家でラーメン作ろう。いただきます。ちょっとね、伸びちゃった。ちょっと麺がね、伸びすぎて。まあ、確かに、うまっ。おいしい。毎日トーク始まってからさ、うん、扉をずっと開けっぱにしてるやん。そうだね、まあ、結構嫌なんだよね。嫌だ。これぐらいしか食ってない、言うても。もう終わってるやん、うん、今から食べるの。まだお湯も入ってない。何個あんのラーメン。いっぱい。なんか、あと何個かあったよ。明日早いよ、寝なきゃダメなのに。うわ、今3時だからね。明日2時起きなん、みなと2時からレッスンだね。おっさ、こだだけなんかめっちゃいつもピアノのレッスン早いイメージある。でも僕早い方がね、好きなの。早い、午前中に入れてください。朝の8時とかからしてるイメージ。うん、午後楽しみたいやん。午後だ。うん、今日の動画はこんなとこかな。見てて合わせてもらって。食べないのね。ごちそうさまでした。ちょっと待ってよ。食べていいよ。別に動画内で食べる必要はそんなないかな。尺は言ってるから、あの、個人で楽しんで、これはね。個人でショート撮ればいいじゃん。これで、ね、ラーメン食べて、食べてるだけ。ラーメン食べてみたっていう。いらんよ。また明日から頑張りましょう、みんなで。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。黒マスクできる時代になったよね。なんかさ、え、わかる。中学校の時とかさ、黒マスクしてたらさ、あだ名黒マスクにされたもん、一回。なんかいい時代になったの。え、ほんまにそう。1年前くらいまでちょっと、なんか違かった。ちょっとなんかさ、芸能人とか有名人の人がつけてるみたいなイメージだった。調子乗ってるみたいな思われがちだった。俺思ってたもん、逆に。俺も思ってた。けどもつけてた。今はもうね、普通につけれるからね。ラーメン食べる動画、なんかやるかいなって思ってた。確かに何動画だ、これ。この3人が深夜ラーメン誘われなかったから、俺ら3人は、うん、確かに。最近さ、ドッキリ多すぎてさ、毎日なんか1回かけられてるよ。今日もなんか絶対なんかあると思って疑っちゃって、そう、疑って生きてるよな。寝るも遅ない、みんな。俺ね、めっちゃ夜中まで起きてる、いつも。さっちゃんはいつも歌ってるに聞こえんねん、声が。パタはさ、一角の部屋からずっと最近スマブラしてるから、めっちゃ聞こえんねん、声が。りょうがは割と静か、ずっと。睡眠力高いよ。高いよ。ダイエット中やんけどな。太るかな。太るやろ。3時や今。食べてさ、すぐ寝たら太るじゃん。今からランニング行くよ。寝るよ俺。動いたら寝るよ。プラマイズラインね。我々も寝ますか、もう。うん。じゃあおやすみなさいということで。おやすみなさい。また明日の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。たまにはね、こんな感じでも。そうね。太ったけど、よく分かってないもんな、俺らまだこれ、うん、それなんか振るだけ振っといて帰りやがったから、やばいな。じゃあまたよかったら、うん、グッドボタン、チャンネル登録、登録。あ、YouTube なのこれ。 YouTube? 今え、なんかさ、これ YouTube じゃないの。来た時にさ、プライベート動画って言われたからさ、めっちゃしっかりちゃんとした画面で撮ってるなって思って。そう、YouTube です、これは多分。手込んでるなって思ったんで。そう、なので、うん、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いしますということで、また明日の動画でお会いしましょう。ではおやすみなさい。おやすみなさい。嫌だ、嫌だってなってるから、2流れるからね、もう今この辺で。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だからな。俺のパートかな。分からへん。それは分からへん。これはどこなんだろう。どっから頭のこと楽しみたいから。違う、違う、違う。